今日は2022年1月4日です。初出勤の日です。特に用事がありません。今日は住民票を区役所に取りに来たんですけど、なんかマイナンバーカードで住民票が自動的に取れるプリンターの前でずっと使い方がわからない方がずっといたんで、近くのコンビニに行ってプリンターでやったらすぐにできました。すごく便利だったです。昨日妻と一緒にあつまれ、どうぶつの森をスイッチのゲームで買いました。まあ通勤時にちょっとプレイしてるくらいですけど、なんかまだ面白みが分かってないです。煮立ちすぎかもしれない。ちょっと
定員ラインをグッドラック。コロナの新規感染者数がまた増えてきてます。今日は1076人ですね。かなり増えてきています。もうちょっとだけ動物の森をやって寝ようと思います。